今楽しみに見ております。あ、素晴らしい。でちょうど優勝争いのお話が出まして、まあ、今回何やらの3敗で争うのが珍しいみたいな記事もありましたけれども、西尾さん、ちょっと今優勝争い注目の力士、はい、もうこれはもう私が一人選べと言われたら大野里という力士がいるんですけれども、大野里、はいはい、まだデビューしてですね1年半しか経ってないんですよ。そうですよね、はい、先場所で鮮烈なデビューというかこう名を残しましたからね。そうですね、先場所もそうなんですけども、先々場所1月に初めて幕内16時の、あの相撲にやってきて、でそれでもその時も11勝、先場所も11勝したんですけれども、うん、一歩あの優勝に届かなかったのと上位の力士の壁にぶつかってしまったっていうところがあったんですが、はい、今場所はですねあの横綱照ノ富士とあとはあの大関の、琴桜ともにあの叶わなかった力士を相手にきちんと強い相撲を取って勝ったんですよ。そうなんですね、上位陣にきっちり成績を残して、はい、そうなんですよ。だから4ヶ月の間で今までできなかったことがもうできてきてるっていう、すごく器用で成長が著しいっていうところで、残りの2日間で今トップを走っているんですけれども、他の力士と比べると比較的相手に恵まれるっていうようなところがあって、まあ、あとはプレッシャーとの戦いなのかもしれないですけれども、一人選べと言われたら大野里に注目です。なるほど、そうなんですよね。じゃあちょっとヤハイティブさん、今優勝争いはどのような形で見てますか？優勝争いはやっぱり大野里がすごく頑張ってるなっていうのと、今同じく参拝が琴桜で、琴桜ってちょっと大関、他の大関は優勝したことあるんですけど、琴桜ってまだ優勝したことがないんで、その優勝を見てみたいなとか思ったり、そこに対する期待もちょっとあります。なるほど。今日ちょっと琴桜、あれはテクニックって言っていいんですかね、ちょっとこうかわすような感じで勝利してましたのでね、なかなかこう面白いなと思いながら私も見てました。それに関して言うと、はい、な取組後のインタビューの時に、はい、相手の湘南の海という力士がちょっと真正面に立ってなかったっていう風なことを立ち合いの時に気づいていて、はい、だから立ち合い少しずれて立てば湘南の海をかわすことができるんじゃないのかっていう気づきがあったそうです。もうその立ち合いのちょっと前からもう戦いはもう始まって、そうなんですよ、もう細かい部分にちゃんと着目して、それでどうすれば勝てるかっていう部分を考えてた。これはもう琴桜のもうなんていうのかな、そこまでこう目配り気配りというのかな、できていた部分の勝利だと思いました。なるほど、いや素晴らしいですね、ありがとうございます。ではユミさんは優勝争いどん、優勝力士はやっぱり大野里でしょうかね。大野里やですね、なんかちょっと規定路線な感じなんですけども、やっぱり強いですよね、はい、なんか湘南の海とかも行くかなと思ったんですけども、やっぱりこう負けてしまいですね、明日湘南の海と大野里戦がありますので、はい、これも野里が勝てばもう確実かななんて思っちゃいますね。なるほど。これちなみに今のメタバースの方ではですね、ズバリ優勝力士はというアンケートが右上の方に出ております。またなんか6択の中でちょっとまた不穏な選択肢があるんですけれどもそうですね、毎回この不穏な選択肢があって結構入るんですよね結構入るね。YouTube ボイシースペースの方はね、今から私読み上げますのでね、ぜひコメントで書いていただきたいと思います。まず1人目湘南の海、2人目琴桜、3人目大野里、4人目西尾さん、これ今注目株だったんですけど、王将、はい、王将馬でした、ね、王将馬、王将馬、王将馬、はい、王将馬、そして、5人目が豊昇龍、そして6人目西尾勝彦ということですなんか入るんですよね、票がね、なぜか入るんですけど、ね、そうなんですよ、毎回私もね入れないようにしようかなと思うんですけど、票が入るんでねこれ今後も絶対入る流れになりますよね
まあ、だから今回みたいに大関とか横綱が怪我で、ね、出られないってなったら、もうこれは三沢場西尾さんの出番、はい、そうですね、両国近くに住んでるんで、はい、いつもあの戦いには出ますよ。そうですよね、近いですよね、西尾さん近いんですよ。ちなみにその近さはやっぱあれですか、家探すときは両国に近いところ。あ、それは探しましたね、やっぱりっていうところで。すごい、やっぱ探してるんです、さすが。さあ皆さん、いろいろコメントしていただいてるかな。あ、優勝力勝負かけました。じゃあちょっとこれ一旦集計してみようかな。じゃあ現在の結果集計してみますね。押しましたか皆さん。じゃあ集計します、ドン。というわけで、では参ります、集計結果発表、ドン。なんでなんでなんで優勝予想1位はですね 44% 西尾勝弘関、ね、めっちゃ高い。これとうとう、とうとう優勝ですか今度は。優勝争い単独トップ、今2敗ですか西尾勝弘、うん、今ですねボイシーの方もローインさん西尾勝弘で決まりですね。すごいですね、 44% 西尾さんトップ、すごいな。大野里、うん、あの大野里にストップしてもらいたいですね、これね。ストップしてもらいたい、直接対決でストップして、直接対決で、はい。いや、すごい、まさかの。すごいですね、だって 3力士にしか入ってないじゃないですか。いや、そうですよね、3力士の3力士にしか入ってなくて、しかもこれ面白いのが、琴桜も大野里も3敗なんですよね。4敗の力士に誰も入ってなくて、西尾勝弘にね、すごい入ってるっていう。西尾さんね、すごい。いや、皆さん、西尾